ワイドファラオは日本の競争馬。主な勝ち倉は2019年のニュージーランドトロフィー、ユニコーンステークス、2020年の柏記念。馬名の意味は冠名、王様。本馬を管理する各位勝彦長教師の不祥事に伴う、調教停止処分を受け、デビューは臨時の天馬屋先である中竹和也旧社で迎える。ヘニー・ヒューズ3区だったが、デビュー後、 ユニコーンステークスまでは一貫して芝路線を使われ10月13日東京の新馬線でデビュー道中警戒に逃げ直線で懸命に粘るもパッシングスルーにかわされ2着続く11月11日京都の未勝利戦でも同様の競馬で2着となる12月8日中京の未勝利戦では道中高一位相から抜け出して3戦目で初勝利を飾る 4ヶ月の休養を挟み、4月6日に現役時は、各居給者の所属だったウォッカの追悼競争として実施されたニュージーランドトロフィーで実戦復帰。コースタートを決めると道中警戒に逃げると直線でも脚色は衰えず、最後は名勝勝負の追撃を首差しのいで重傷発生覇を果たすとともに NHK マイルカップの優先出走権を獲得した。 本番の NHK マイルカップは9着に敗れたが、その後6月16日のユニコーンステークスに出走。初のダート戦だったが、コースタートから逃げの手に出ると、直線ではデュープロセスの猛追を頭さ振り切り、重傷2勝目を挙げた。夏は休養し9月12日のオーバルスプリントで復帰、3番手からレースを進めたが、 逃げるノブワイルドを捕まえられず2着に敗れた。次走のヤコステークスはやや離れた5着に終わった。続く12月1日のチャンピオンズカップは14着と惨敗す。4歳初戦となったネギシステークスは5着に入る。ユニコーンステークスと同じ舞台で行われるフェブラリーステークスは逃げるも12着と惨敗に終わる。 その後は放牧され5月5日の柏記念に出走、7等、縦、内地方所属場1頭と小頭数で行われ、本場は6番人気と低評価での出走となったが、最内枠を利して逃げると2着、ケイティブレイブに2馬審査をつけ押し切りジェイプニー、初勝利を飾った。続く、帝王賞でも、果敢に先手を取り4着に粘った。その後は休養し半年ぶりのレースとなった。 マイルチャンピオンシップ南部杯は7着に敗退。続く、宮古ステークスは別キ 59kg で出走し、10頭、縦9着とブービーに敗れた。その後杯用の疲れが出たため休養に入った。3ヶ月ぶりのレースとなった。フェブラリーステークスは28日に優待する、各位勝彦調教師最後の GI 挑戦となった。レースは、逃げるも14着と大敗に終わる。 3月1日から辻の安康幸急車へ天馬屋となる。連覇を狙った柏記念は0.7秒差の4着に入った。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。